どうもフィッシャーシルクです。どうもフィッシャーシルクです。どうも今からですね、アスレチック鬼ごっこかっこ全員バージョンやろうと思います。やったー、今までねえんじゃないの。ね、俺が今回鬼になります。僕が鬼になって君たちをどんくらいで捕まえられるかっていう企画です。あー、あめんじゃないよ。茨城県の音沼公園っていうのかな。はい、こんな感じのすごいね、特殊なルートがあるアスレチックです。一周回れるようになってんだよね。こんな穴があってね、下に行けるやつが回る。運転もある。今僕ね、あの上にいるんですけど、これ下にね、こう滑り台こうやって下がるとみんなのさっきのとこに行ける。はい、はい、はい。僕が鬼になって君たち捕まえるんで、うん、君たちは頑張って逃げてください。はい、逃げるぞ。なんか何分逃げ切ったかとかあるんですか。設定していいよ。5分。5分。捕まったやつって脱落でしょ。そう、キリいいから5分でいくわ。はい、あと1人当たり40秒遠いでしょ。そう、そうだね。いや、結構辛いと思うけど、頑張ってね、5分以内にみんな捕まえます。はい、逃げます。はい、いや、ちょっとこれは勝とう、シルク。いや、勝とうよ。これで勝てなかったら結構やばい。いつものアスレチックと同じルールで、アスレチックから落ちちゃダメね。オッケー。はい、まあ、僕も落ちないように頑張ります。頑張って。最初カメラ二刀流で僕行きます。じゃあ行きますよ。準備 OK？ いいだろ、待ってこい。アスレチック鬼ごっこ全員バージョンスタート。よっしゃ、いた待てこれ、待てあー、あ、いたっけ。はい、あーやばい、何やってんだお前。おい、行こう。はい、落ちた落ちました。落ちたやつはアウトです。今、3人捕まえた。3人捕まえました。いや、タッチー、よっしゃー。残り3分30秒やべえな。もときいい感じに翻弄してるぞ。残り2分10秒これめっちゃしんどいな。いやさあラスト1分です。来てるよ展開。今日勝てんじゃないの。あ、いいんじゃない。まだ2人残ってるよ。うん、あ、来た。バレた。あいつ動けないからそう言ってたよ。あいつり20秒。
勝ち。1終了。終了。記憶がない。お疲れ。ああ。ここ最近で一番疲れた。シルク早かった。早いしさ、長い5分。やばい。でも元木がもしかしたらさ捕まった可能性があるんだよね。確かに見えなかったんだけど最後どうなった。最後ギリギリ元木が捕まった。ああ捕まったのか。こっち行ったんだけど、視力にバレてた。目が目が青空。きついねこれ。運転みたいなところがどうしても全速力出せない。あそこ逃げられるとしんどい。結果はフィッシャーズ6人チームの勝利です。わーしーイエーイイエーイ。役立つ。ロッキンの次の日です。その通り。いやーしんどいわ。これつれ。頑張ったね。5分短かった。投げよ。10分経ってたらもう神隠しよ。上にさ、いいんだけどさ、これ下もちょっとしたアスレチックになってるじゃん。すごいよね。なんか登り棒みたいな感じにしてこうやっていくんかな。こうやってこういう感じかな。うい、ほらそうだね。って言ったり、ちっちゃい頃だったら上にタッチして戻ってくるだけでも結構面白いと思うよ。そうね。こういう遊びもできる。いいね。いいね。いろんなとこから登れるんだね。おお。疲れが出てるなお前な。入ろ。動画見てくれてありがとう。ツイッターやセカンダリもぜひフォローしてみてね。いろんな活動もしてますので。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。Yeah!